お魚ポスト山崎光明は、水辺の安全教育委員会、ガサガサ水辺の移動水族長。お魚ポスト創設者、お魚ポストの会代表。川崎市特別派遣講師。東京都、レッドデータブック選定委員。自然環境コンサルタント株式会社建設技術、研究者代表を務めている。神奈川県川崎市玉区在住。 玉川の環境と生き物の保護のため、地域や学校と協力体制を組み、水辺の安全教育を中心に、環境教育や上層教育を実施している。移動水族館や環境紙芝居、公園など、日本中に出向く。移動水族館は、依頼があれば、どこへでも出かけ、クレアイタッチングプールなどを実施している。淡水魚研究家として、 玉川の魚類研究をライフワークとしており、特にアユの生態は、産卵から素状から生育に詳しく、魚道関連の知識も豊富である。水辺の安全教育には、ライフジャケットを用いた玉川での水遊びやプール指導などがある。育てられなくなった魚や亀を預かり、飼育しながら、里親を探す活動、お魚ポストを、神奈川県川崎市多摩区の稲田公園で行っている。 NPO 法人の有料会員になることで魚の佐藤屋になれる。NPO 法人の有料会員にならなければ佐藤屋になれないのは魚の転売を防ぐためである。お魚ポストはテレビや新聞などで取り上げられ、多摩川の環境問題から日本中の環境問題を考える話題になっている。1977年から活動を続け現在に至る。活動は 年間250から350回程度。魚の家、お魚ポストは2019年3月末をもって、川崎市と川崎河川漁業共同組合が存続を拒否したため廃止予定。お魚ポストの活動は、お魚ポストの開始区管理事務所で存続する。ありがとうございます。